天気情報よろしくお願いしますといただきました。頑張ってくださいと。ありがとうございます。私もかき氷実はしっかりしたもの食べてないんですよ。サクレのレモンアイスぐらいでした。あのスタジオでこぼしたサクレレモンアイスぐらいで、あの大きいもの食べてないんですよね。私の心残りがあって、あの母からすごい送られてくるんですよ、毎日のように。今日はこんなかき氷食べたよとか、メロン乗っているかき氷、いちごののかき氷とかたくさん送られてきて、私はあのちっちゃな本当はスーパーとかで焼いてるかき氷しか食べてなくて、あと8月もあと何日間ですか、7日間、7日間ということで、7日間で私は今年の夏を楽しむ予定です。夏を楽しみたい。皆さんはいかがですか、ついてきますか一緒に。ぜひあの8月中ということで、8月のね空も楽しんでいただいて、ぜひリポートでも楽しんでついてきてください。まだ時間あるよ、ありますか。7日間ですもんね。7日間あればいろいろできますよ。8月までならセーフ、ぜひ、はい。もう8月そうなんです、1週間なんですよ、信じられないですよね。そうなんですよ。なので皆さんも学生の方も多いかと思うんですけれども、残った宿題を片付けて、素敵な夏を過ごしていただきたいと思います。はい、ということで今日もお帰りメールご紹介していきました。